どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日はオキシゲンノットインクルードやっていきたいと思います。相変わらずの自転車操業で石炭がもう生まれてないので、あまり電力がまた滞る。いや本当にこれ滞るなぁと。解決策がない。困ったなぁ。何これ、観賞植物。いやー困ったね。あと24日で止まって、こっちが24だから半分以上は何もなしの生活。ここの二酸化炭素が全然減らないから、ちょっと強制で動かしてみようかな。石炭ないんだけど。どうにかしてくれるかな。ああ、みんなそっちに取りに行かなきゃいけないんだ。どう？なんとかなる？それで。ビビたる石炭でなんとかならないかな。まあでもここの電油が止まってるぐらいの電力だからどうにもならないかな。一瞬でも動いてくれればだいぶ違うんだけどな。石炭。ああ、全然トンがない、もう。さっきまで。これじゃあ弱いよな。押しにかけそう。動かないもんな、そもそもな。諦めよう。石炭が足りてない。一瞬動かないかな。本当に漕ぐ人数増やす。もうそれぐらいしか手がない。ここも9にしようかな。とにかくここを廃棄してくれないと全然増えてるもんね。でもこれさ、吸い込んでてこれだけ密封しててさ、二酸化炭素増えるっていう概念はおかしいよ。これ納得いかないんだけど。だってどこから漏れてるっていう感じじゃない。あ、なんでもなかったです。何これ、誰が設計したのこれ。ひどすぎでしょ。はい、原因が分かりました。はい、そこを向こうにしてこのタイルを解体して、そりゃ増えないよね。はい、おかしいと思ったんだよね。密封されてて二酸化炭素が減らないってことはありえないと思った。絶対に。みんな早く。これで気流タイルがなくなればうまくいくはずだよ絶対。だって吸ってるね、減らないっておかしいもんね。完璧。これで、ないね。穴はないね。そして全員戻ったから、これを有効化にしてあげて。はい。楽しみな結果になりました。ヒューマンエラー怖いですね。
まあよくあることだよね。なるほどね。そこで詰まってたか。これでも減るでしょ。文句なしでしょ。いやー、 4. 点何本まで減ってたのに 4. 点いくつまで減ってたのにもったいなかったな。いくつまでか。うん、もう減るだけだよね。まあこれは時間かけていくしかないかな。食料もこれ腐る前に早く使わないとまずいなぁ。これ汚染のさ量がすごすぎるよね。これどうにかならないのかな。これ種子入れないのみんな。これすごい種子しまってほしい。きれいにしてほしい。部屋が汚すぎる。あとはなんだろう、使うものもないでしょう。とりあえずこのまま乗り切るしかないかな。目新しいもの今のところ作んなきゃいけないのもパッと見わかんないしな。金と酸素から金なんてないしね。モニュメント、まあこれ研究してる場合じゃないよね。でもね、いやーどうしよう、この電なくなるのは厳しいな。まあ究極ここのスーツがある間にヘドロを後半で後で掘るっていう手が残ってるけど、残ってはいるけどそれは最終手段であって、ここにかけてるんだよな 5.9。 まあちょっとずつ、昨日 6.3 か 6.2 だったから 0.3 でしょ。1日で1キロ減る。あとよやっぱ5日待たないとダメか。5サイクル。これなんでストレス、もうストレス溜まるとこなくない。そんなにストレス溜まるようなことはないと思うんだよね。マックスが結構腐敗病に、いやそんなにそんなに病気なことはないよ。そしてこれこういうの邪魔だよね多分。いやそんなに病気ってわけでもないよね。これなんで消毒しないんだろう。あとはあとはまあ綺麗だよね。そんなにひどくはなさそう。酸素も来てるし、いや酸素余ってるな。分けてあげようかなって、この通路に。ビビたるものだけど。いやまあ分けなくてもいいか。分けたところで別に何かが早くなるわけではない。本日のガチャ、サビ。え、どうしてマックスが増えるのそんなに。マックス何が問題？花粉に触れてるとかかな。
マックス空腹って言ってるけど食べるものあるでしょ。マックス食べるものないの？これジョシュアだよ。あれマックスは？マックスどこ行った？マックスの顔がわかんない。あ、これね。はいはい。何がいけないの？あー、鼓膜破裂？鼓膜破裂はでも残り 0.5 でしょ。これもう待つしかなくない？一応食べるものはあるもんね。あと 0.5 サイクル耐えてもらうしかないよね。治るかな。ベッドで寝てないの不思議じゃない？マックスのベッドってある？あ、あるよね。治ると思うんだけどな。 0.5 サイクルって大したことないよね。治んないかな、もう。もう治ってもいいよね。不思議。別に圧力高いわけじゃないし。温度は熱い？ちょっと熱すぎる。いや、そうでもない。まだ大丈夫。どうしてだろうなぁ。あ、だいぶ減ってる。4000まで来た。そう、ここ空いてたからね。これでだいぶ酸素が復活してスーツができるから、右下を改善しに行ける？何？アレルギー菌って。何触れてるの？アレルギー。何のアレルギーこれ。ないんだけど。あー、植物アレルギーみたいな感じかな。ちょっと待って。ただマックスだっけ？農業と牧畜禁止にしとく？いやでもないよね、そんなに。いまいちわかんないな原因が。はい、この原因ちょっといつかは突き止めたいと思います。それでは本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。おかみでした。アディオスアミゴス。またね。